はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで今回はですね、夏の筆箱紹介やっていこうかなと思います。まあ一応ね、夏休みはこれでいくって感じのね、夏の筆箱紹介なんですけども、2018年の初めに今年はね、毎月筆箱紹介をやりますって言ってたんですけども、7月が、できてなかったので、夏の筆箱紹介って言ってるんですけども、まあ埋め合わせのためにこれをまあ7月の筆箱紹介ということにして、8月はね、もう一回普通の筆箱紹介じゃなくて、ちょっとこう路線の外れたような筆箱紹介ができればなと思っています。で、今回の夏の筆箱紹介テーマがですね、勉強するためだけに作られた筆箱ということで、いつもはですね、学校とかに持っていく筆箱って、あ、授業中このペン使おうかな、 あのペンも使いたいな、でノートきれいに取りたいから、あれもいるな、これもいるな、みたいな感じで、ちょっとこういろんなものをね入れて、シャーペンも5本6本と結構多めな感じで、いろんな授業でね使い分けれるようにみたいな感じでいろんなものを入れてたんですけども、今回はもう受験の夏ということで、もうね、僕塾とかにも行ってないんで、家で勉強すること多いんで、もう常にね家で勉強したりするんで、正直筆箱の中身そんなにまあいらないんですよね。極論シャーペン1本ぐらい入っとけばいいみたいな感じなんですよ。というのも兼ねて、勉強するためだけに作られた筆箱ということで、まあコンパクトな筆箱が良かったので、今回はこちら、ブレイリオのジッパー式ペンケースでございます。こちらね、よく DM とかでも革の筆箱でおすすめのありますかとか来たりするんですけども、その時にねよくおすすめするのがこれで、革の筆箱でね、いいの1個持ってきたい、持っときたいっていう方はすごくおすすめになります。まあこれね、動画が出てるんで、よかったら気になった方はチェックしてみてください。ということで早速中身を見ていきましょう。まあ今回はね、もう中身も少ないんで、意外とね短めで終わるかなと思います。まずは定規から、もう定規もいらないぐらいなんですけども、一応まあ入れてます。こちら、緑のアルミ&ウッド定規の黒色ですね。今回は全体的に黒が多めなんですよ。だから黒を入れてるっていうこともあって、まあ前使ってるねアルミ&ウッド定規と、まあ、使い勝手は一緒なんですけども、結構最初は色にね慣れてなかったんですけども、最近馴染んできたんで、これからもまあ使っていければと思います。続いて蛍光ペンを入れてます。こちらトンボから出てます蛍光灯のオレンジですね。蛍光ペンはねもうずっと蛍光灯なんですけども、まあね、いつもね定規を汚さない利点がありますとか僕言ってるんですけども、よく考えたらね、蛍光ペンを定規使って引いたことは僕は多分ないです。正味蛍光灯じゃなくてもいいなと僕思ったんですけども、まあ、ずっとね使っててインクも切れないんで、まあ、インクが切れるまではこれでいこうかなと思ってます。続いて写真なんですけども、こちら 0.5 で、ペンテルのアインシュタイン HB ハード、 0.3 でハイオニの HB ですね。今回は 0.3 のシャーペン1本と 0.5 のシャーペンが1本入っています。どちらのね写真もすごい滑らかで描きやすいなと思います。さあ続いて、多機能ボールペンで、こちらハイテクシーコレットのルミオですね。この前の筆箱紹介見てくれた方は分かると思うんですけども、ついに今回やってしまいました。いきますよ、まずね普通に、まあ、使えるんですよ、使えるんですけども、ちょっとやってしまいました。まあ今から見せます。まあ緑使ってますよね普通に。さあ緑使い終わった、オレンジに使い直そうっていくと、これなんですよね。なんかね、落とした時かな、パキって言って、ここはねこんな感じにパキッといってしまったんですよね。壊れてしまったんですよね。で、前の動画でボールペンを変えるかもしれないですみたいなこと言ってたんですけども、この使いづらさがボールペンにね備わったというか、使いづらくなったとしても、僕はやっぱりこの書き味の方がまだ勝ってるというか、もうこの書き味があるからこそ使っときたいっていうところがあるんで、でね、ハイテクシーコレット普通のは買わないんですかとか言われてるんですけども、すごくこれ愛着心もあるし、ハイテクシーコレットルミオは廃盤になって、ハイテクシーコレットってなんかここのね上の部分がちょっとこう出っ張ってるんですよね。それがちょっと、まあ、これに比べるとなんかダサいなというか、
まあ、そんな感じがあるのでやっぱりこのルミを使っときたいなという気持ちがまだあります。続いてシャーペンに参ります。今回は2本だけ入れてます。まず1本目がこちら 0.5 枠でカベコペンシルスペシャルですね。まあ、0.5 で何入れようか迷ったんですけども、 S20 かカベコペンシルスペシャルで迷ったんですけども、高校入試のね勉強の時に S20 は結構お世話になったんで、まあ、大学入試の勉強は、まあ、カベコスペシャルで頑張れたらなって思ってます。このね、カベコペンシルスペシャルの、徹底解説の動画がもうこの前までは3万回とかだったんですけども、ついねふと再生回数をいろいろ見てたらなんと20万回を再生数超えててね、自分でもちょっと驚いたんですけどもね、本当に20万再生突破ありがとうございます。ということで次のシャーペン参りましょう。次は 0.3 枠でこちらオレンズネロですね。まあ、やっぱり勉強するときに、一番最初に取ったやっぱシャーペンですよね。もうずっと書いとけるんで、チャートとかをもう数学とか解くときはもうずっとオレンズネロでもう一回ノックしてガーって解きまくるって感じですね。すっごくね長時間の勉強には向いてるかなと思います。ただちょっとね手汗が出てきてこうぬるっといってしまうときがあるんで、そうなったりしたらカベコとね交代してみたりみたいな感じで2大体制でやってます。まあ、基本オレンズネロずっと使ってますね。はい、とこんな感じでシンプルなんですけども、最後に一つ消しゴムなんですけども、今回はねオレンズネロをメインに使うことが多いので細かい字をね消すことが多いんで、ピンポイント消しの消しゴムがいいなと思ってたんですけども、いつも使ってるクリックイレーサー4 Pro、 あれはカチャ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 いちいちねこうカチャカチャカチャこう出し入れするのがねめんどくさいなとか思ってたところにこの子が現れました。こちらシードのレーダーポイントですね。消したいところをポイントで狙う、まあ、ピンポイント消しですね。でこれはすごくね細くて幅もこのね筆箱の幅もね取らないので、すごく今回の筆箱にぴったりかなと思います。でもこの筆箱ね夏休み入ってからずっとこれでやってるんですけども、全然不便なく使えるんですごく気に入っています。ピンポイント消しのねいい消しゴム欲しいなって方はぜひシードのレーダーポイントをチェックしてみてください。ということで僕の夏休みの夏の筆箱はこんな感じになります。すごくシンプルですよね。シャーペンも2本ということで、まあ、結局勉強するためだけのことを考えるともう極論言うとこれもいらない、これもいらない、ハイテクシーコレットじゃなくても赤ペン1本とかでいいぐらいなんですよね。もっともっとシンプルにしたいっていう方はねぜひ工夫してね、まあ、コンパクトな筆箱を作ってみてください。ということで今回は夏の筆箱紹介ということでございました。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。